春のお出かけアレンジ、超簡単でおすすめです。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。イエーイはい、お願いします。お願いします。はい、今日は帽子アレンジです。見たらわかります。ありがとうございます。はいまあ、春になるとお出かけすることだって外に出かけることがすごい増えると思うので、まあパパッとできちゃうアレンジを今日はやりましたので、はい、はい、終わりまあ確かにね、そうですね。まあなんかその僕が見る限り、まあママさんだったりとか公園に行かれるママさんとかでも結構合うアレンジかなと三崎さん考えたんですけどね。ワンちゃんのお散歩でも、あ、お散歩でも全然大丈夫だと思うので、はい、まあ本当なんかね、レジャーこれからねゴールデンウィーク10連休あると思うんで、そうですね、その時にも使えるアレンジになってますんで、よかったら、はい、本当ゴムとヘアクセだけで作ってるやつなんで、帽子もかぶってるから、はい、なんで本当に簡単にできるアレンジなんで、はい、よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。はい、はい、それでは動画スタート。まずリレーのオイルをつけていきます。手のひらにしっかり出し、結構多めに出してしっかり伸ばしてから毛先に中心的につけていきます。サイドの髪を耳後ろら辺で取り分けます。両サイドを後ろで留めて耳の下くらいの位置で組んでいきます。結んだ髪の毛を上から下にくるりんぱしていきます。くるりんぱした位置を2箇所ほぐしていきます。くるりんぱした髪の毛の下の余った髪の毛を2つに分けます。先ほどくるりんぱした髪の毛の上で結んでいきます。結んだ髪の毛をまた上から下にくるりんぱしていきます。結んだ髪の毛を2箇所ほぐしていきます。顔周りのこの辺りの髪の毛を隙間を埋めるように下ろしていきます。この時にサイドの髪の毛を押さえながら下ろすと崩れてきません。結んだゴムのところにフックを引っ掛けます。そして最後に帽子をかぶったら完成です。いかがでしたか？ゴールデンウィークだったりレジャーにも使えますので、ぜひやってみてください。